すごい見られてる感じがしてたんですけど、こっちに行くとなんか海っぺりに行きそうですね。今ちょっとこう話をしてたんですが、何かこう行者さんのような姿の人、まあ白装束にこう歩いてる人たちをねすごい感じたんです。私的な制裁、まあリンチですねっていうのも非常に強く感じました。ああやばいかも。安倍さん、安倍さん、やばい、ダメですね、もう無理だ、もうダメです、引き上げましょう。でもやっぱ感じますね、真後ろにね。結局ここっていうよりも要するにそういう血なまぐさい行為を行う場所っていうのはもちろん海のそばだったんでしょうかね。もうちょっと下、ここだったですか。おそらく、そっちにね道があるんですけど、ちょっと行ってみてもいいですか。はい、ここ俺こっちの方すごいなんか勝手に感じてるんですけど、そこじゃなくてこっち、この辺、ああおそらくですね、はい、ここら辺ですね。ここら辺、はい、ああこれ入江になってるんですよね、そうこういう場所じゃないかなって。一応ですね、はい、そのこちらでやるのはいわゆる内首とか、内首獄門というやつだったと思うんですが、はい、その場合、罪人の首をですが、首切り落とすので、はい、穴掘ったりするんですね。あ、はい、あの侍の解釈っていうのはここのまさに首の皮一枚って今慣用表現で残ってるんですが、はい、ここだけ残すんですよ、なのでこう掘らないんですね。なるほど、はい、なので板の間とか、そのお寺さんの本堂でやったっていう記録も残ってるんですが、はい、一般的な人っていうのはこう後ろ手に縛って掘るんですね、でスパーンと落ちちゃうんです。それを拾い上げるので、はい、まあ洗ったりはここでしたのかもしれません。なるほど、その名残があるので多分ここじゃない、ここら辺だと思います、洗ったの。そうですか、はい、ただもし切り落とすっていうんだと、まあこっちかなと。ここのエリア、今木が去ってますけど、ここら辺のじゃないかなと思います。ただ罪人の人が海を見てるのは感じます。じゃあこっち向きで処刑されたんでしょうかね。はい、まあ切り手がこういてこちらにこう立ったのをこう切り落とすので、まあ海は見せてたんだと思います。ここはでもですね、ちょっと気になるのが、はい、人ってですね、こう死者っていうのはこうたまると、はい、あの一人の人間じゃなくてこう、まあ、10人、20人、30人っていうのが一箇所で死ぬ場合がやっぱりあります。大きな乗り物の事故だったり、あとはまあ防空壕だったり、あとはこういった場所、はい、同じ場所で処刑するっていうのがあると、それが一つにこう人同士の魂が固まるんですね、キュッと。でそういったものがやっぱり何かこう得体の知れない姿になる時があって、はい、
人間じゃないような姿になるのはちょっとそこら辺にこう見えます、海のところに。まあこういうところに感じます。こういうふうなところに姿が見え、どんな姿ですか？これはですね、まあ男女かは男女わからないんですが、はい、全身が濡れてて、うん、髪の毛のような何か頭巾のような長いものが頭から出てるのがそこに、これが多分亡くなった人の、はい、これなんかより集まってできたやつだと思いますね。うん、こんな多分絶対浅いんですけど、そうですね、遊ぶと多分なぜか溺れるとかね、あるはずです。ベンチここにあるんですよ。多分ここじゃ、こういうとこじゃないかなと思うんですよ。まあこの木がないはずなんで。そうですよね、うん。こういうとこだと思います。うん、はい。うん。一人検証、ここもあるかも、ありかもしれないです。うん、このベンチ、はい。ここはちょっと気分すごい悪いです。うん、久々に。頭痛がしますね。そうですか。じゃあここでちょっと僕いましょうか、はい、うん、あそこにちょっと腰掛けて、ここら辺ね。これ自撮り用で、うん、あ、気持ち悪いな。そうですね。調律したのは原さん体調がって、うん、珍しい。ああ、ここですね。間違いない、ここだ。今見えました。ここにこう立ってる人いたんだ。だ、切り手がこう切られる人がこうです、ね。うん、で、まあこの木はもう全部ないので、その時代はここですね。で、海を見ながらになります。なんかここがすごい痛いんですよ、はい、脇腹、はい、ここ。これなんでかっていうと、あの昔試し切りってしたんですね、はあ、首切った後で、ここも切るんですよ。両断するときいろいろパーツを切るので、はい、一人、あのお祓いはするので、はい、一人検証はされますか。はい、じゃあ ここですね。で、あ、すごい痛い。これでなんでそうかっていうと、こう切るときに失敗、当然失敗するとこっち入るんですよ、刃物。切り手がまあ当然こう逃げちゃったりすると、はい、やっぱとっさにグッと逃げると刀はこう入るので、もうそこで、そこですね。はい、珍しいですね、原さんこんなにもう分かりやすく感動する。いやー、ちょっと参ったな。はい、なんで僕も珍しく頭痛がすごいんですよ。安倍さんが頭痛がするって言った場所からこっち入ってきたら急にこの辺が痛くなったんですよね。はい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 。カメラ照明落としてで撮るんですか。あ、しましょうか。で、ナイトショットで撮ります。これ結構ね、いるんですよ今。ね、じゃあ続けますか。はい、はい、無理しないでくださいね。はい、やりますか。いや大丈夫、まだ大丈夫ですね。ここからひどくなったらちょっとあれだけど、ここからどうなるかがちょっと知りたいですね。こういうのも、あと写真、はい、写真結構、まあ、木とか結構います。石の上とかもう結構見てますね。さっきあんなにいなかったのに。これちょっと持ってんのもこれしんどいんだけど。チンさん客とかあるんだっけ。これなんか映ればいいけどな。なかなかこんな風に。
これ絶対いるわ。いますね。はい。おかしいもん、明らかに。これ見てますか？あっちじゃないんですね。あっちはダミってわけじゃないですか、はい、あっちじゃないです。ここですね、はい、ここで見てます。海をあんま無茶しないから、ね、はい。で先ほどみそかがですね、私的な制裁っていうのもいわゆるリンチみたいな、まあ、いじめっていう表現を使ったんですけど、普通首切り役人っていうのは首だけを狙うんですね、はい、これ逃げたっていうよりもいたぶって切ってる可能性もあります。生き道っていうのがあってですね、あの生きた人間をあの首を切り、あの試し切りの話させてもらいます。テレビじゃないんで OK だと思うんですが、あの首をはねた人間の体を切る試し切りもあるんですが、生き道って言って生きてる人間の胴を真っ二つに切るっていうのもやるんです。体の切れ味試すために首の前に、首の前に胴をいきなり切るやつもあるんです。はだからそれ結構残酷なやつなんですけれども、それが行われていた可能性がある。ここ いや間違いなくやってます。普通の切れ味を見るから。あこれ下見に取ろう。やりますか。いやもうやる。よしダメだ。よし、チロラネシキル唯一はぬスワタハクメカウワエニサリエテノマツアセホレケ。立てまつる光明神王は大日不問の満足を23時に集めたり、はい、己を虚しゅうして一瞬に大丈夫ですか。己を虚しゅうして一瞬に唱え立てまつれば御仏の光明に照らされて迷いの霧をのずから晴れ、上神の玉明らかにして神女の月窓かなら、恩賀簿記やベーロ社のおまかぼだらまにハンドマジンバラハラバリタヤウ、恩賀簿記やベーロ社のおまかぼだらまにハンドマジンバラハラバリタヤウ、恩賀簿記やベーロ社のおまかぼだらまにハンドマジンバラハラバリタヤウ、恩賀簿記やベーロ社のおまかぼだらまにハンドマジンバラハラバリテヤウ、恩賀簿記やベーロ社のおまかぼだらまにハンドマジンバラハラバリテヤウ、漢字財宝作業人アンニャハラミタジ証券五雲海空洞一切空役者臨死意識不意空空不意識色即税空空即税式中創業式役部尿税者臨死税消法空層風消風滅風空風上風増風減税高空中無式無重創業式無限二尾税神に無式証拠未速報無限界内視無意識界無無妙薬無無妙人内視無老死薬無老死人無垢周滅道無知役無得意無所得行大大去ったエハンニャハラミタコ神無形下無形下コ無垢不法理一切天道無双空行涅槃三世小仏エハンニャハラミタコ徳川のくたら三脈三宝大高知ハンニャハラミタ税大人衆税大名衆税務上衆税務東道衆農場一切空真実不幸公設ハンニャハラミタ衆即摂取はギャテギャテハラギャテハラソギャテボウジソワカハンニャ神行漢字財宝作業人アンニャハラミタジ証券五雲海空洞一切空役者利子意識不意空空不意識色即税空空即税式重創業式役部尿税者利子税消法空層風消風滅風空風上風増風減税高空中無式無重創業式無限二尾税神に無式証拠未速報無限界内視無意識界無無妙薬無無妙人内視無老死薬無老死人無垢周滅道無知薬無得意無所得行大大去ったエハンニャハラミタコ神無形下無形下コ無垢不法理一切天道無双空行涅槃三世小仏エハンニャハラミタコ徳川のくたら三脈三宝大高知ハンニャハラミタ税大人衆税大名衆税務上衆税務東道衆農場一切空真実不幸公設般若波羅蜜多衆即摂取はギャテギャテハラギャテハラソギャテ坊氏ソワカ般若心経
本格が美三昧磯若、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 本格が美三昧磯若。もう大丈夫です。ありがとうございます。女性でした。これここにいない方がいいですか？あ、もう供養をしてこう、はい、ちょっとそのさっきお話しした生き道、首を切った人間ではなくて生きた人間を切るというのをやって、はい、で特にその女性っていうのはまあ脂肪が多いというので切りづらいという昔は考えられてたみたいです、うん、なので女性の人を生き道で切ってるっていうのがをすごく強く感じて、うん、で子供の視線を感じたんですよ、はい、だからその女性にはお子さんがいてもしかしたらそばで見てたのか、お母さん、まあ、母親なら間違いないです。そばに実際いたのか遠くにいたのか分かりませんが、子供の視線も感じて切られたのは女性ですね。で今供養したので両方大丈夫でしょう。大丈夫、うん、そういったのがたった一体強烈でしたね。まあ、離れますか、場から。でもこれ撮ってたら何か映ったりしないですかね。かどうだろうな。もう痛みはないですか？痛みはないですね。じゃあ、ただ痺れてます今、はい、手が痺れてる。まあ、こう切るのもあるので、うん、腕も生き道っていうのは結構残酷なので生きた状態で体に刃物を切るっていうのはすごいことですよね。一応もう外してあれなので、はい、ただ1体だけじゃなくて、うん、まだ何体か何体もですけどいるので、カメラだけねしっかり撮ってもらって、はい、うん、これ期待できるかもしれない。いや、これ明らかにおかしいからね。うん、それ一番俺がよく分かってるんだけど。こんなことなかったですね。ないね。多分だと思います。耐えられない痛みが来たかもしれない。いや、耐えられなくはないんだけど、これどうなっちゃうのかなっていう、この痛みが。もう完全にここなのよ。今はね、ちょっと楽になった、うん、さっき本当ちょっとこうしないともうダメぐらいな痛さがあったから。どういう痛みだったんですか？なんつうんだろうな、鈍痛なんですか？鈍痛なのかな、鈍痛だね。うーっていう痛みは多分鋭利な痛みだと思うんだけど、ズシーンっていう、うん、じわーっと痛い感じ。カメラでも阿部さんにやってもらってからちょっとだいぶ楽になった。まあなんかちょっとね。そうだね。
今のうちになのか、まあ、うん、本当だったらなんかここで続けるかどうかって微妙なところですけども、うん、まあちょっと人間 TV なので、そうだね、あえて大丈夫です、それいるんで危険を犯して、うんうん、大丈夫です、大丈夫です、はい、じゃあやりましょう、はい、OK、なんかちょっとまずいとかまずかったらもう、うん、あの、すぐ来ます、すぐ来ます、はい本当にそこからこっちに入ってすぐもう本当あの右左で言ったら完全に右にボワーンっていう痛み、耐えられない痛みじゃないんだけど、これってどんどんなんかあのよくはならないだろうなっていう、悪くなる一方だなっていう、そんな痛みを感じ始めて、できればちょっと横になりたいぐらいの痛みだったんですけど、あ、やばいかも。こんな慰霊碑あるところにこんなベンチ、なんかこの辺もちょっとなんかねって思いますよ。阿部さんって。やばい。やばいです。はい、もう明らかにいる。いや、そうですよね。もうね、あのなんか取り囲まれてるみたいな。いや、います、います。なんかここにもういたくない。よし、じゃあちょっと離れたいですね。よし、じゃあちょっと待ってください。いや、俺自身は大丈夫なんだけど、なんかここにもう入れない。ダメだ、ダメですね、もう無理だ。ここはちょっと離れていいですか。もうダメです、引き上げましょう。痛くない、ここに、うん、今なら大丈夫です、今ならちょっと行こう。みんな音とかなんか取れたかも、みんなそれぞれ、うん、これ作業。
もうベンチに近づけば近づくほどぐわーっとこっち痛くなってきて、生きたまま、当然生きたまま首をはねるんですが、生き道っていう試し切りをされてた方でした、ね、これ不思議とね今全然痛くないのよ、全然痛くない。ちょっと止まってもらっていいですか、はい、さっきあの火花すごかったじゃないですか、はいはい、火花俺見てなかったです、もうあんまり出ないですね。さっきあのまだでもちょっと名残がありますね。まだちょっと近い、火花すごかったですかいやもうすごいですよ。俺全然 見れてなかったです。まだ近いですね。もうちょっと離れましょう、うん、すごいなこれ。でもすっきりしてるわけじゃないですまだ今、はい、もっと離れましょう。まだいやこれすごいな。こういうことが起きるのか。いや味噌がいてよかったです。うん、二人がかりでやったみたいなもん。すごいな。いやもうねなんか支配されちゃう感じ、憑依っていうか、まあ、あの自分の自我はちゃんとこう保ててるんだけど、まあ、明らかにあの外からの何かがこう自分をこう及ぼそうとしてる。取り憑かれた人ってまるっきり意識がないわけではないんですね、うん、その聞いてみると、はい、うん、自分は俺ここだこんなことしたくないと思いながら、その全く違うことをしてる、っていうのもやっぱ僕の、なるほど、はい、相談者の中で多くて、実際その心まで支配されてるって方も当然いらっしゃるんですけれども、そうですね、自分の意識も保ちつつ、意思に反してなんかさまざまな行動を取ってしまうっていうのも、よく相談でお受けします、当然僕はそこまで行ってないんだけど、でも明らかにおかしいもん、ああなっちゃうこと自体が。あ、だいぶ楽になってる。もう進めば進むほど、はい、もう手に取るように全然違う、まあ、取り付く寸前で安倍さんがこう遮断してくれたっていう感じなんでしょうかね、はい、あれほっとけば多分そう、だから相当危険だと思う。あそこにしばらくいたらやばいなって思って俺安倍さん呼んだんですよ。できれば呼びたくなかったんだけど、ちょっとした違和感とかも、いや違うなって言い続けてきた原さんは、いやこれも間違いない。まず痛みがない。今あの痛みが鈍痛って言ってた痛みが、そんで一人にされてから急に何かがブワッて自分にこう間合いを詰めるっていうのかな。たくさん取り囲まれてるっていうよりも何かね獲物になった気がしちゃった。ああ、すいません。はい、人間 TV 見てる人は原さんのこの変化。いや、これもう見てくれたまんまですよ。俺もできればあんな集大さらしたくないけどさ、まあ本当に身を委ねるっていうか、まあ大丈夫です。そういう時のために俺がいる。そうですね。はい。だから安心して。言おうと思ったんだけど、ちょっとさすがに痛いのはね、ちょっと、はい、でもこれどうにかなっちゃうかもしれないなと思ったんですよ。どんどんね、本当に数1秒ごとにどんどん何かがこう包囲されてるような感じになってきちゃって、あのままいたらどうなってたのかな。あのまま行くと多分、まあ、気を失ったりとか。あ、女性の声聞いた。あ、そう。ちょっと何を言ってるか分かんないけど、女の人の声だっていう時は分かって、その後に安倍さんが実は女の人がついてたって。それは俺が一人残された後。残された後で行ったでしょ、みんなで。実際、うん、あの払っている時。ああ、そう。ユージがついたの払っている時に、あれ女性の声したよなって思ったんだけど、まあ、ずっと戻ってたから俺も。じゃあ俺が一人になる前だ。一人に今のね、最後の一人になる前の、お祓いしてから、その時にその声聞こえた。そう。それで女性だって言われて、あ、女性だったんだやっぱり。なるほど。もしかしたらこっちに入ってる。入ってたらいいね。殺
これなんかすごくないですか。何それ分かんない、これ分かんない、普通に全部撮ってんだけど、ほらこれ、ほらすごいっすね、これやばいな、やっぱすごいのが撮れて、普通に全部回してるだけだから、いや大丈夫です、全然、はいはい、普通に、まさに他のは横のは、いや横の普通に撮ってるだけよ、これもう写真やばい、写真、え嘘嘘、ま、これやばい、これやばい、うん、どういうこと、これやばいでしょ。何これ、わっけわかんねえね、これでもないっぱいなんかいるね、いるってか、ね、ここあれだったりいっぱいいるもの、ね、あやっぱすげえな、もう出ねえわ、これエンディングどうする、そうする こ, このまんまだよ、そうですね、うん、いや急に来ましたね、急に来た取り付こうとしてたんでしょうね、きっとね、うん、一人になるの待ってたかもしれないね、待ったんだと思います。